みなさんどうもこんにちは、アンヘンゆりだということで今日はリップの紹介をしていこうと思います。はい、リップなんかね、リップの紹介しようと思ったのはね、確かに、企画を募集した時にね、リップの紹介してほしいですみたいな、そうお気に入りのリップとか見たいですみたいな意見をいただいたので、いただきました。その意見をそのまま使わせていただきました。ありがとうございます。でもさ、リップってさ、もうこの国、世界中、地球上にどんだけあんのかってぐらいさ、確かにあるやないか。そうやな。その中から我々が厳選した今のお気に入り、今のお気に入り今日のもはやもはや今日のお気に入りを紹介しようと思う。5000だからトップ5。トップ5、あ、やばい、順番やばい、決めなきゃね。え、じゃあ順番決めたわ。じゃあもう早速私の5位から紹介してっていいか。 OK。 この VT ちゃんを使わせていただくね。はい、このメイク落としで唇の今の色を落とします。私の第5位はみんなにも、まあバッグの中身紹介かなんかで紹介したことがあります。じゃん、ロム&ロムロムロム&だった、ロムちゃんね。ロムちゃんのラスクラスク、これはまあ、もう、歯の有名なやつ、ラスクラスクですよ。これはね、もうみんなファンの子を真似して買ってくれたりとかしてて、ほんとありがとうございます。それめっちゃ気持ちいいよね、これね、かみってるのよ。テクスチャー素晴らしいし、落ちないし、なんかリップのサイズ感もちょうどいいんだよね。あの、持ち運ぶのに。ラビー、そうだね。で、サラサラマットなの。かわいい。っていう感じです。これは、なんか赤オレンジみたいな。感じ、ちょっとブラウンも入ってるのかなみたいな。やばいよ。こんな感じ。これはもうかの夢5位です、私の最近の。ゆのたまの5位は何？第5位はたらん、イヴ・サンローランのタトワージュクチュールベルベットクリーム203番です。これはライブの時とかもつけてたの。すごくない？そう、それでこういう感じなんだけど、ライブの時何つけてたか忘れちゃったわ。忘れた？こういう感じでね、こういう感じなんだけど、意外とウォーターじゃない？うん、ちょっとね、でもね、滑らかっていうの。しかも落ちないってことだよね、ライブの時使ってたってこと。何が取れた？ウーバーイーツ？こんな色で、ちょっと赤だけど明るい赤だし、ちょっとこう、明るい赤、パッとした赤。黒髪にめっちゃ合ってる。うん、なんか美しい赤じゃない？これはそうだね、さすがサンローラン。なんかベタベタはしない、カサカサなんて絶対しない、密着型って感じかな、色的には。この色はなんか衣装ってか、こうすごいリップが映えるっていうか、リップがポイントになるような日とかにつけたりとか、あのパキッとしたい時。届いたよ、バブ。はい、じゃあ4位。じゃあ4位いくね。私の4位はこれ、じゃーん、3CE のリップなんですけど、はあ、韓国語なんだよ。ソフトメットリップスティックオレンジブリーズっていう。それいいよね。あの、そう、これね、1週間ご飯の時によく、あの日この日のリップの色何ですかって聞かれたんです。あ、そうなんだ。それって本当ですよね、人気っていう。こんな感じ、超本当ソフトマットマジでこれ超いい、ね、あの肌が綺麗に見える気がする、このリップ。それ案内すっごい似合ってる。本当？だからかな、あんなに聞かれたの。この色なんかね、難しい、なんか説明するには難しい色なんだよね。なんかベージュすぎない、あと唇がポテってして見えるかも、マットなのに。こういう似合ってる。なんか何色それ、なんかね、説明するの難しい。これちょっとラスクラスクに似てるかもしれない、この画面上だと。でもね、似てないの。オレンジだけどベージュだけど、こうやってやった方がわかんのかな。なんかね、なんて言ったらいいんだろうね。でもね、これは私の多分肌の色に合ってるから。私結構黄色人種なのね、あの黄色っぽいんだけど、だからそういう日本人の肌の色にすごく合ってるんだと思います。なるほど。韓国のリップなんですけれどもね、何なんだろうね、このリップ。すっごいね、なんかね、ちょうどいいんだよね、何もかもが。派手すぎず、ね、みたいな。3CE のファンデーションにすごい合うんだよ、これが。マットな、サラサラにしたい時、ね、私今日クッションファンデ使ってるからちょっとツヤがあるんですけど、マットな時にこれをするともうすっごいよ。いい、すっごい。ネクスト、はい、次はタラン、ドルチェ&ガッパーナのドルチェ&ガッパーナ、ザ・オンリー・ワン、ザ・オンリー・ワン、ルミナスカラーリップスティック、ルミナスカラーリップスティック
120番かな。もうこのてかさ、もうパッケージっていうの、パケ買いですねこれ。マジやばい。今日柄、この前撮影でドルガバのあのコスメの撮影した時にこれつけたんですけど、もう、あ、色みたいよね。てかパッケージが可愛すぎない？ヒョウ柄ね。で、中はこういうベージュですね。とっても綺麗な、こういうベージュ、ピンクベージュ。これはすごい大人っぽい。この歌めっちゃ流行ったよね。意味わかんないぐらい、うっすぐらいに流行ったよね。こういうもう本当にベージュなんですけど、ちょっとめっちゃベージュだからメイクとかで、アイ目元が強い時とか、ちょっと唇は落としたいなって時とかに使いたいって思って。私も可愛かった。これはあのもうザ王道な似合ってるね、リップのテクスチャーっていうか、すごいやっぱ高級な感じがする。わー、匂いも高級だわ、ね。あと思うことは、このこういうリップっているの、なかなか今までつけてこなかったんだけど、意外とどんな時にもつけられるなって思ったし、赤ばっかりじゃやっぱ面白くないじゃん。かなりね。そうだから自分のリップのバリエーションを増やしたいって思ってたから、うん、こういうベージュにも挑戦したいなと思って、ちょっとなんか外国のメイクとか、ね、外国っぽい感じとかカラコンが薄い時とかにはつけたいなって思ってる。私じゃあ次3位、うん、あら3位だね。じゃあ3位はじゃん、これもまた 3C だ、大好き。あー、ピント合ってるかな、ちょっと待って、あと来た。これ 3C の、これもまた 3C なんですけど、これは 3C のロちょ裏見せますね。まあでもこのパッケージ、パッケージがこのパッケージがこのパッケージ買ったらいい。これ Amazon で私買いました。新大久保にも売ってました。その色も似合ってるよね。これね、ロージーっていう色なんだけど、ガチね、ガチ友達も1本買ってた。それちょっと気になるもん、色でも。え、これね、しかもこれの色だけじゃなくて、ピンクがあったり、これベージュがあったり、あと透明もあるからいい。でもこの色が多分一番盛れる。ちょっと大人っぽい。で、多分これちょっと、多分ってかこれ薬用も入ってるんだよね、スースーするの、で、さっきのや今までのやつよりあれじゃない、リップが厚く分厚く見えない、ポテってして見える。確かに確かに。まあ、ちょっとマスクするときあるかもしれないけど、あの韓国のさ KF94 みたいな、私が新大久保購入動画、うん、でやったとき買ったときのマスクはリップがつかないからこうなってるから、うん、あれだったら全然これ大丈夫だし、このリップはねすっごいお気に入り。3位にしちゃった。でもこのリップつけてるとなんか褒められる？褒められる褒められる。可愛い。え、何そのリップみたいな。え、どこで買ったのって言って、Amazon の購入画面見せて、私も買うって言って、シャッ、ポチリ。完璧ですね、みたいな。完璧な通販サイトっていう感じなんですけど。やって。いい色だよね、それ。で、荒れないように私たちこれつけてるよ。あ、抹茶それいいから。メグベイビーさんの嘘みたいに MGB スキン。リップスリーピングマスク、これ夜つけてるのもいいんだけど、普通にリップクリームとしてもいるの、愛用してます。めっちゃ量入ってるからなくならんよね。そう。じゃあ次、あ、紹介しました。たらーん、メイベリンのスーパーステイマットインク、これはマジヤバい、マジヤバい。イサオ135番です。イサオ版です。イサオくんです。これはね、こういう感じでこうなってて、いうのこうなる、わかる。はい、もうこれ取れないからね。ほんもうこれ取れないからね。本当にこのリップは取れないよ。でもね、結構嘘ではない。チョコレートとバニラの味する。そう、甘いの。このリップも私入れようと思ったけど、きっとゆりのちゃんが入れると思ったから任せてしまった。このリップはね、これはね結構やばいよ。本当に取れないの、もうびっくりする。っていうかマジ取れない。本当ご飯食べても ね何も変わってないの。色はこういう感じで、まあオレンジ赤みたいな感じ、はい、うん。これは結構よくつけてるし、色が私に似合ってるって自分でも理解してる。似合ってる？理解する、似合ってるに決まってるでしょ。この種類いろいろ、まあ、これはセーラームーンコラボなんだけど、アベンジャーズコラボ、アイアンマンコラボがあったりとか、いろんなコラボしてるんだけど、このセーラームーンもパッケージも可愛くて、まあ、とにかく取れないんだよね。もう待ってんだって。どんどん時間が経てば経つほど、もうね、やばいやばいやばい、取れない取れない。これは本当に取れづらいの。マジ奇跡だよこのリップは、うん、このリップ開発はマジで奇跡。やりたかった、一番先に言ってぐらい。確かに、落ちないんだよ。その分ちゃんとメイク落としないと本当に落ちないから。そうだね、ちゃんとオイルで落とさないと。オフは必要なんだけど、この色はめっちゃ気に入ってる、イサオ。じゃあ私の第2位まで来ちゃいました。じゃーん、ミルクタッチのリップです。韓国の
ブランドミッツタッチは。だからまあ私どんだけ韓国コスメ好きなんですかってくらい全部韓国コスメでしたねって感じなんだけど、これね、これもいろんな色があるんだけど、これこれこれやっぱり赤リップですね。これはね、あのテクスチャーで言ったらさ、もうあのティント、ティントテクスチャー、あーやばいや、真っ赤でして、待ってね。血のように赤い。ちゃんと言うね。そう、血のように赤い。リップカラー、G ジェリー、O リップ T、チェリーベアっていう名前です。多分赤は赤なんだけど、もうちょっと、あの、暗めな、ダークな赤なんだと思います。多分漏れるよ、これが。一気にいけない。これ覚えてて、私の顔。はい。アンナって感じ、スダンナって感じ、スダンナ降臨って感じ。なんだって感じ。ねえ、赤リップ似合ってる。だよね。だって2位だもん。私これ可愛いと思って2位にしたもん。こういうのライブの時もつけてた、ジューシーリップみたいな。なんかでこれは落ちないんですね。すごいすごいです。ほんと落ちないです。優秀だね。すごいんですよ。あ、いけないんだ、リップついてる。うわ。ということで、これが私の第2位です。OK です。はい、じゃあ次、私の2位はダラン、ジバンシーのルージュジバンシーベルベット38番です。パッケージも可愛いでしょ。嘘みたいにね。色はダンダンダラン、ちょっとダーキーな、ちょっと赤紫が混じったようなダークなかっこいい色です。そういうリップね、まあ、見たことないよね、あんまり。あの、ザ女子受け。そうだね。でもそういう黒いリップが好きな、あ、男性もきっといるよ。まあね、うん、あのこれはもうすごいクールな印象になると思うんですけど。嘘みたいにかっこいいやん。やばいね、いきなり人違う。さっきのベージュとかと比べたら全然違う。やっぱやばいね。なんかこれはすごいかっこいい、自分でいたい時とか、あとはちょっとこういう黒い真っ黒な服を着た時とかに、いいね、いいね、あえてこういうのしたりとか。でも多分逆に白い服でもすごい服に負けない顔になれると思うんだけど。ポニーテールとかしちゃってね。そう、すごい強気な日につけたいっていうか、強気な服をした時とか、甘くなりたくない日、お洋服がどんなに可愛くたって、うん、かっこいい自分でいたい時につけたりとか、かかかか。まあ色もいいんだけど、このパッケージがガッチ革じゃん。そのパッケージは買えるの今？わかんない、欲しいんだけど。ピンクバージョン。でここがね、鏡みたいになってるからね。ここがね、ここでこうやってリップ塗るんですよ。わかる、そういうリップ超最高だよね。この色超可愛いんだけど。てか似合ってる。可愛いよねこの色。似合ってる。あとその髪型とコス、このカラコン、カラコンに似合ってる。あ、確かにこれはカラコンを選ぶんで、つけた時はすごいかっこよくなるかも。あの女の子にはとても受けがいい。あと黒髪にはとても合うと思います。合いますね、絶対に。神々しい1位。たーたーたらららーら。1位だから私2つ持ってきちゃった。え、何それ。あ、でも種類は一緒。色が違うだけ。じゃん、これも 3CE のリップです。え、 3CE なんそれ。そう、そうなんだよ。パッケージが、パッケージがっぽくないでしょ。これ最近出たやつなんだけど、これもね、これ鏡になるからこうやって見て塗れるんだけどさ、ここにね、 3CE って彫ってあるの。こういう感じです。はい、3C って書いてあるんだけど、これは8色ぐらい多分出たんだよね。8色出ないかな、6ぐらいかな。だけどこのリップもなんかね、すっごいね、なん言葉にするのが難しいくらい、ツヤとマットとみたいな、なんかすっごいテクスチャーなの。買ってみてほしい。可愛いじゃ分からないの。私がでもその推しで、の中の推しでの色で言ったら、スモーキーレッドとリトルグラウンドっていう2色。ちょっと手に出しますね。これはちょっとオレンジ。だからピザじゃね、ジョージャー、おやしって感じですね。これが、スモーキーレッド。これはスモーキーレッド。で、今日は、私ちょっと、赤リップが漏れるんだよ、結局。まあね。でも、このオレンジリップは、私オレンジリップあんま、まあ持ってない、もう持ってるっちゃ持ってるけど、持ってなくて。で、オレンジメイク、アイシャドウがオレンジ好きなのね。で、アイシャドウがオレンジが好きだから、オレンジリップを探してたんだが、すっごくこれはいい。でもどっちがいいかな、さっき赤つけたから。え、どっちつけよう。待って。どっちもつけて。オッケー。リトルグラウンドからいきます。これは、すっごい美味しそうな色になります。なんか美味しそうじゃない？でもめっちゃオレンジ。あ、モテそう、モテそう。今日、しかもシャドウもオレンジだから。今日だったらそっち？うん、今日だったらこっちなのかな。でも、なの？知らん。どっちなの？じゃあ今日こっちにしちゃうとちょっと、綺麗めすぎちゃう。あ、そう。から赤リップにしたい。オッケー。けど、え、その色いいじゃん。かわいい、モテそう。みたいな感じで、これはトゥルトゥル。
このウルツヤ度で赤ってどんなって思うじゃん。私だったら思うの。ウルルツヤマット、あ、ウルラツヤリップでスモーキーレッドってどんな思うわけ、私だったら。でも、これはすごかった。あ、スダアンナだ。ツヤ赤リップはスダアンナですね。あ、スダアンナだ。決まった。オッケー。これが1位です。イエーイ。終わり。見せてや。パスしていい？ババおいで。すごいよ、ボブ甘えん坊が。おいで。今年の1位はタラン。ナーズさんです。ナーズ。ナーズのナーズエアーマットリップカラー41番。41番、マット、マットじゃない、ナーズではね、この種類めっちゃいいね、色の何個か持ってるけど、赤がね、いろんな赤があって、どうしようどうしようって言ってお店の人と考えて、アンド私これイガールズの時にテレビとか収録とかでもよくつけたですって。パンチラインです、今の。これはすごいサラサラ、こういう感じでパッパー、うおー、パーサラサラ、もうこれつけ心地めっちゃいい、気持ちいいの、バカ気持ちいい、もう超気持ちいい、うん、これはユリノです。ユリノになりました。赤リップ、黙って赤リップはこのことだと思う。それ赤なの、見せて。赤だわ。でもちょっと黄身がかかった赤、朱色みたいな、朱赤だって。そう、朱赤っぽい、朱赤です。肌の色に合ってる、それすっごい。これちょっとさ、やっぱジャパニーズの色だと思うんだよね、朱色だから。超気に入ってるし、マジでこれプレゼントもしたりしてる人に、誰でも多分似合うから。ガチ推しってことだよね。誕生日に誰かにあげたりとかもしたことあるし、これはそれだよっつって。ベージュもいいし、このリップすごいおすすめ。だって私も買ってみる。うん、ナーズのリップ、私ナーズ結構ね、取れないし、これ好きなんだよ、ね、私ナーズのピンクのスティックリップも、めっちゃ昔持ってた。蛍光のやつね。蛍光のやつ。紫もあったよね。そう。あれも可愛いよね。ナーズの色もすごいおすすめです。そう。発色がいいよね。うん。私の1位はこれ。だって、みんな真似して。やっぱ1位は絶対、もう不動の、うちらの顔面になるって顔かもね。あ、確かに。これはユリノの顔になる。これは私の顔。って感じ。リップ面白かったね。うん。はい、じゃあこんな感じで今日はリップ5個選びました。ありがとうございました。ぜひ真似して買ってみてください。また時期が変わったらやってみようと思います。そうだね。はい、ありがとう、バイバーイ。